皆さん、こんにちは。レックス戦に講師、弁理士ののーとみです、えー。今日は、えー、2月に開校予定のの、えーとみみわの担当特訓ゼミの、えー、紹介をさせていただきたいと思います。はい。えっ、ー、と、毎年ですね、えー、2月開校で、うん、4月いっぱいぐらいですかね、えー。まあ、まあまあ長い期間をかけて、えー、と担当の まあ合格を目指すためのゼミをあの開講しています。で、そのゼミのですね、えっ、ー、と特徴をですね、今日あのご紹介したいと思います。えっ、ー、とまず、えー、この特訓ゼミはあのー、ちょっとね緊張感がまあ、半端ないそういったのゼミですで。どういうことかというと、えー、まあ定員をねこうちょっと限っているんですよね。 でまあ、それでだいたい予想はつくかなと思うんですが通常の,あの座学の講座だと、まあ、あの席の数分だけだいたい生クラスって、まあ定,員まあ、定員限っていてもね席の数分ぐらいあるのでまあそうですね70とか80とか水戸橋本校でもそれくらいの定員なんですけど、えー、と今回はですね40名なんですね。でなぜかとというと 一人一人こう答えていただくっていうことを実施するからですね。でなのでそのあんまり多いとさ、まああんまりこう回らないっていうのがあります。なのでまあ四名に限定させていただいた上でこう厚くですね実施していくっていうのがまあ、最大のこのゼミの特徴になります。 で実際やみくもにその私の方でこう当てていきながら答えていただくっていう形ではなくてあのきちんとその前半を網羅するようにですねやっていかなければいけないので、えー、毎回毎回一応そのレジュメがありますその範囲のね。 で、レジュメをちょっとお見せすると、まず、あの、例えば補正とかっていうと、これ、まあ実際使ったことがあるレジュメなんですけど、補正だと、これ全部で、そうですね、8枝かな ?8 問用意しています。で、 えっと、8問を一気に解いていただくわけではなくて実際その1枝大体50秒くらいで、まあ、ちょっとこう時間をまあこう限ってですね測ってまず解いていただくんですね。でその上で、まあ、私の方からその問題に対してこう質問をしていきます。 で質問はこの問題の解説をしていただくっていうな,なぜその回答になるのっていうそういうあの質問だけではなくて実際は例えばこの1問目であればですね外国語書面図鑑の図人は当該外国語書面及び外国語要約書面を添付した願書の記載について補正をすることができないとあるんですよね。で あのー、外国語書面外国語要約書面を添付した願書の補正ということになるから。まあ、これいわゆる方式なんで、十七条一個本文使いますから。事件が特許庁に継続している場合に限りできるから、この間罰ってことになるわけじゃないですか。そしたら、じゃあ、まあ、外国語書面外国語要約書面に関して、じゃ、補正できますかとか。 で、外国語書面、外国語要約書面の役文に対して補正をすることができる時期はいつですかとか、だかそういう感じで、どんどん関連する問題をですね、私の方で追加していくんですね。で、それに関して、こう、自身で、その、まあ、参加している人、この実際この問題に当たってない人が、その、自分がこ、自分がその当たってるかのように当然、まあ、参加するわけですけど、 でその時にちょっと私が追加した問題とかでわからないことがあったりとかするとここにメモをする欄を取ってるので、まあ、ここにその情報ですねちょっと復習する時に必要な情報を書いていただくという感じのレジュメの使い方です。 あの関連する問題はその人が答えたことに対して私がこうどんどん追加していく感じになるのでその人の答え方とかもしくはなんか例えばですねこう突拍子もない答え私にとってですよ突拍子もない答えなんかが来ると当然そっちに私の質問もまた飛んでいくのであのその人次第ではあるんですけどただ今までのその ゼミの傾向からしてだいたいそのこの人は答えられるけどこの人は答えられないとかそういうなんかあのー、個人的なことっていうのはあんまりなくてやっぱり大体共通した感じなんですねだから私がやっぱり突っ込むことっていうのはもう汎用性があるから聞きたいわけで なのでそこはねその自分だったら答えられるっていうこともあるかもしれないですけど割と追加する問題がためになることは多いです。これはもう合格者の方皆さんおっしゃいますであとですねその追加する問題の数っていうのは私の方で勝手にあの大体いい裁量で区切っちゃうので例えば自分が次に2問目 が来ると自分の順番ではこれ2問目が来ると思ってたんだけど1問目の追加問題が多くて1問目の追加問題が回ってきちゃって2問目じゃないとか、うん、あの追加問題の数からすると、ね、あの追加問題のところから自分もあるだろうと思ったら意外に2問目に来ちゃったりとかあの予想がつかないようにある程度してますその方が勉強になるかなと思うので。ももちろん調べながら答えることも あの勉強になることもあるんですけどね。うん、だけどもやっぱりそこでこうちょっとこう衝撃を受けたことの方が頭に残りますし、うん、あのそこはもうなんていうんですかね。本当にその現場で、うん、どんどんあの知識を定着させるっていうことでやっていただいてます。でそれがまずその進め方ですね。インプットとハイプリハえアウトプットのハイブリッド型で。 こうやっていく。こう参加型でやっていくっていうことですね。で、あの、レジュメは毎回毎回だから、その問題編と、えーっ,とえー、っと、解説編とが今お見せした感じのものになりますね。で、まあ、全体でこれだけのその回数を実施いたしますので、 あのまあ結構な回数だなっていう感じはするかもしれないんですけど特許法だけだだと4回ですよねだからまあ全体のまあ2 4 0までありますけど多少ちょっと刑事をつけるからね相続雑速罰則のところをちょっとこうやっぱり少し軽めにしたりとかっていうのはありうるので単純に4等分ではないんですけど。 うん、まあまあ1回の範囲というのはそんなに狭くはないですねだからもう本当に忙しくてあの受講生の方は担当ゼミはもうあっという間に終わっちゃうって言いますその緊張感もあるしで3時間はもうねこう忙しいのでもう結構なスピードでやりますからだから本当にこうジェットコースターを乗ってるようなそんなスピード感をあの実施して提供したいと思ってますで 一応あの科目割りしているんですけど最後がね総合会っっっててなますすすここちょっとねねテストをするんですよ、ねうん、だからここはちょっとねトーレンみたいな感じになるんですけど後の会は基本的に今言ったようなやり方で授業自体は進めていきます。でそして、えー、と他に配布物として、えー 復習テストをですねあのあ、その前にです、ね、診断シートがありますね。で診断シートはまあ例えば補正の問題ってさっき8問ありましたけど8問中8問解けていればまあ大丈夫だよとでも1問でも間違うとちょっと星1個分しかないのでまああまりちょっと良くないよねっていう成績表ですね。 これを毎回毎回その,あの問題のねあのものに応じたものを配布するようにしてます。でそれでまあ具体的な勉強内容が書いてありますから、えー、それに従ってちょっとこう復習をしていただくことでゼミを受けて帰って ところもやっぱりすごく大事なのでその帰ったところできちんとゼミのそのねあのねあ復習が完璧にできるように、えー、そういったあの診断シートを使っていただくってことですね。であとはあのー、復習テストっていうものを配布してましてこれは簡単に言うとね丈夫なあの編みシートなんですよ。うん、で全部の条文ではないです。 本当にあの必要な条文だけ、あの必要な条文だけだから、あの担当の中、上級のレギュラー講義を取られてる方はえっとあそこのものよりも量は少ないかなと思います。あれがまあマックスで、こっちはそれのちょっと抜粋版ですかね。まあ、本当にあの暗証した方がいいようなもので、もう本当にこう限定してる感じになりますね。 でそうした今お見せしたような、えー、配布物でもって、えー、このゼミを実施していくっていう形ですねだからまあ実施してる時はもうジェットコースターのように結構ドキドキしながらあのスピード感を持って受けていただいてで終わったあとはもうじっくりその診断シートであの自分の,その出来不出来をきちんと見極めていただいて。 であの復習教材を使いながら復習をしていただくと。で、まあ、何よりもやはりベーシック生だともう2月でうちのクラスでねあの開校日最終だと思うんですけど一番最後に開校したクラスだと思うんですけどそれでも2月の頭にはもう終わりますよね。だかから当然エルタワーとか、えー 渋谷の辺りだともっと早くこのコース終わっているはずなのでまあその後きちんとそのペースを守りながら実力を上げていくためのそのペースメーカーとして機能するってことはあるかなと思ってます。うん、でまあ私もそういうもの意味も含めてスケジュールを組んでますし科目割りもしているので、えー、まあ十分にペースメーカーとして機能するんじゃないかなと思ってます。であとはですね あのやっぱり二通りの目的が結構受講生の方にはあって一番大きいのはやっぱりどうにかしてくれと、うん、もう年明けのこの時期になるとまあもっと言うとこの年末くらいになると大体自分がその次の年に担当を受かりそうかどうかっていうのってなんとなく予感ぐらいはするでしょう。うこのまま行って大丈夫かな っていうところはわかると思うんですよもちろんその伸びしろっていうものがあるからねここから5月までの時期って十分な時間があるから伸びしろがあるんだけど自分の今までの勉強法とか勉強のペースでどれくらい伸びるかっていうのってある程度予想がつくと思うんですよそしたら届くか届かないかっていうことだって当然予想がつくわけですよね でこのままのペースでいったら今までの勉強法のままでいったらちょっと難しそうだなってなった時にやっぱりその何とかしてくれと <laughs> あの何とかしてほしいというようなその駆け込み寺的なそういう役割は確かにあるかなと感じてます。で実際1回目のゼミだとボロボロでもだんだんみんな答えられるようになるんでやっぱりだんだんね知識入ってくるんで。 で何よりもその一つの条文からどうやってその膨らましてインプットするか私が追加する問題っていうものがやっぱ最終回の方には大体ね予想がつくと思うんですよ。でそれ予想がつくっていうことは一つの条文からどんなことを読み込んでいかなきゃいけないか関連するものを何を点,点を要は線にしなきゃいけないっていうことなので担当っていうのは。その点,点からどういうふうに線にするかどの点と点を結べば線になるのかっていうことが だだんだんんかってくるんですよねでそれが分かってくるとまあ受かるんですけどもうだいいいいた最初回ぐらいにななるとそういう状態になりますですからあの「担当ゼミ」はやっぱりあのなんていうのかなそういう何とかしてくれっていう人たちをこう、ね、伸びしろを最大限に伸ばしてあげるってこともそうなんですけどあともう一つは私がやっぱりね中上級の方 の人もやっぱり、ね、必要だと思ってるんですけどねそれは何でかっていうと爪が甘いい人人やっぱ多いんですよ30点台の人意外にやっぱ30点台って足踏みすするんですねもうちょっとだと思って次の年受けたらまた同じぐらいの点数っていうのは本当によくあるんですよ。でそれはベースはある基礎力はあるんだけれどもただ爪が甘いんですね。 ただ自分で「爪が甘い」って言われてもじゃあどうやって詰めたらいいのとどこまでやれば爪がね甘くないんだろうっていうところは分からないと思うんですわ分かるんだったら自分でやるんで。そこをやっっぱりり補助輪のよううにに私がが機能できればなっていう思い思担当ゼミにはありますだからまあ寺子屋的な立ち位置ともう一つはやっぱりその伸び悩んでる人たちの。 そのね、補助輪になるっていう立ち位置とか、まあ、両方機能できるように、えー、実施をしてますですから実際、あのー、去年でも一発合格者は、えー、と地方の方はちょっとわからない通信の方はちょっとわからないけれども。 まあそれでも、ね、通信で受けられる方も多いのでもしかしたら通信で受けてるかもしれないけど生でだからまあその中でも割と余裕そうな感じでそのいわゆるその、ね、補助輪の方ですよねその中条教師さん同じような感じで機能してた子もいますけどでもほぼやっぱりなんとかしてくれですよ。 そその前の年もそうです、ね、やっぱり何とかしてくれっていうで今は担当を45点で受かれば論文の通過率8割超えますからやっぱり担当をね何点で受かるかってい当のはすごい大事です。なのでやっぱり最終合格したいんであればやっぱり担当をきちんと受かることなんですね。正しく受かること。ボーダー付近で受かったんでは受からないです論文。 だかからそこをしっっりやっていく何点で受かればいいわっていう話ではないのでなのでその論文でちゃんと受かるためのそういうあの指導ですよね、うん、実力もつけていきたいというふうに思っています。なので、まあ、対象となる人はね、まあ、あのベーシック生でもいいしであとはまあやっぱり中上級生ですよね。うん、もう本当にねあの 欲しいって言っちゃうんですけど担当の後に言っちゃうんだけどでもそこはやっぱり難しいんで自分でやるのはだからあとちょっとって思わないでほしいんですよね担当ゼミまでやって完璧にするそれでちょうどいいぐらいだと思う中上級の人たちもねなのでしっかりちょっと詰めて一緒にやっていきましょう、うん、あっという間です 2月開以降で、まあ、5月の手前まであるから結構長いなと思うと思うんですけど、うん、あっという間だしであの信じられないぐらいの,あの変化があると思いますなので、えー、期待してていただければと思ってますぜひですね担当ゼミで今年も、えー、一緒に頑張っていただければと思います以上です。